こんばんは、6時のニュースをお伝えします。今朝8時ごろ、愛媛県西予市に住む男が、この日結婚記念日であったため妻に対し、今日何の日かわかると質問したところ、燃えるゴミと返されてしまいました。男はこの日20回目の結婚記念日であったため、昨夜からどのように妻を喜ばせようか考えていた模様。会社の出勤前、念のため妻に、今日何の日かわかると確認したところ、燃えるゴミと返されてしまいました。予想だにしない返答に一瞬動揺しましたが、ゴミの収集日のことと勘違いしているのだと気がつき、男は、そうじゃなくて今日結婚記念日だよと答えると、あ、忘れてたと返されてしまいました。トンチンカンな返答と結婚記念日を忘れていたという現実に男は相当なショックを受けた模様。その後、なんとか機嫌を取り戻し、男は会社に出社したそうですが、果たして燃えるゴミの日に二人の熱い愛は確認できたのでしょうか。旦那さんの方もなるべく早く機嫌を直してほしいですよ。欲しいですね。以上、ニュースを。